今日の企画はですね、いい年になってきましたね、僕ら。まあ25歳、まあ1個目ね、26、27になりますよ。まあでも世間的にはまだ若いけど、ね、まあ世間から見ると年取ってるんだよ。いい年になります。25っていい年って言うとかな。自分から見たらね、まあ、80ありますから。そういうことにしとけ。まだ赤ん坊なんだよ。あ、もうまだ人生においてまだスタートラインなんだ俺は。そうだよ、日本人の平均寿命って知ってる？何歳？世界で3位ぐらいに長いらしいで。おう、じゃあ25なんてまだペーペーです。うん、ペーペー。いい年ってことにしといてよ。まだ真っ白いキャンパスや俺は。そんなにいい？今からこのキャンパスに色を加えていくんだ俺。どの絵の具をやろうか選んでるとこういうことだよ。まだ親元離れてねえんだよ俺。離れてるだろ。まだおっぱい飲んでんだ俺らは。まだ首座ってねえんだよ俺。座ってるだろ。俺に求めるなんて。今日やっていく企画ですよ。うん、まあ、もう騒ぎ疲れたわ。それあなたたちが勝手に騒いだだけですから。ジュース買ってきて。パシリと喉乾いちゃってやめろ。パシリはちょっと喋買ってきて。そっ、お前パシリやめろ、うん、お前ちょっと述べて。別に体調悪くねえだろお前。そんなすっごい、さっきまで騒いだろお前。調子崩すのやめて俺の時。わかった。はい、どうぞどうぞどうぞ。だからもういい年になってきて、はい、結婚を見据えてくる年になってきましたよ。はい、まあまあ、結婚したらね、次何楽しみって、やっぱ子供が生まれることなんですよ。あ、はい、まあ、子供、はい、子供ね、はい、ってことで今回、はい、まあ、メンバー同士2人融合したらどんな赤ちゃんが生まれるのかアプリでやっていきたいと思います。ちょっとおもろいやん。巷にはね、ちょっと気になるじゃん。巷には2人の顔を掛け合わせてこんな赤ちゃん生まれますよみたいなアプリがあるんですよ。あ、知ってる知ってる、一応知ってない、はい、で今回は、まあ、メンバー同士好きな組み合わせで、まあ、どんな赤ちゃんが生まれるのかと、うん、一人一人理想の芸能人の女性とかね、あ、組み合わせならこんな顔になるよ。それはおもろい。戸田恵梨香。ふざけんなお前、戸田恵梨香が嫌がるわ。みんな嫌がられるわそんな。いやもうめっちゃ嫌がられる。言ってもっと言うな。笑いながら言うな。なんか知んないけど戸田恵梨香にめっちゃつぼって。あと1個前にこいつおかしかった。おかしかったね。超こいつ小さかった。まず組み合わせどうしようかなっていうところがあるんですよ。メンバー同士、まずはそうそう、メンバー同士俺と組んだ方がいいよマジで。なんかイケメンにみんな、あああってやるっしょ。あーって。今日は誰とやるんだ逆に。じゃあ示しいい、え、こいつ。やだやだやだ、無理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 。はい、ってことでじゃあ恭平とたつきの赤ちゃんを作りたいと思います。できました。お、じゃあちょっと両親、ご両親ちょっとめくってください。ご両親、ご両親、ご両親もそうなるわ。そうだね。ちょっとターボーから見てや。あー、オッケー、緊張するわこの第三者からちょっと見てや。いきまーす。はい。めっちゃ笑っとる。めっちゃ笑っとる。見た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 、俺は見た。めっちゃ笑ってるよ。ぶっ最高やなー。え、我が子と対面してください。せーの。えっ、ぶっ最近か。人間じゃないよ。いやいやいや、いやなんかもう、え、何これ、目とかやばくないかな、なんか怪物。多分ね、これパーツを組み合わせてると思うんだよね、俺の予想。だから2人のパーツが入ってるんだよ。あ、確かに 目元は確かにタスキっぽいっちゃっぽい、うん、口はこいつじゃない。なんかカサカサしてるもん舌。ほんとだ、これは俺だ。これ俺だ。これすごいな。え、めっちゃブスじゃん。ちょっと申し訳ないけどこの子にはお年玉あげれないわ。リボンとかターボやってよ。次は、やだわ。シンプルに嫌。いやもうこれが足引っ張るな。いや引っ張らないで。すっげえ死ぬのブス。いやコメント欄見ろ、最近の俺のかっこいいコメ。確かに。じゃあおかしいと思う。かっこよさがとどまること知らねえんだから。見てみ生で。めっちゃブスだよ。ブスな。ブスすぎだろ。いやいやいや、え、俺らよりブス。え、いや俺らより超えてきたよ。あれをしたまま嘘でしょ、絶対そんな。クソ、いや、うちの親子はそんなにならない。いや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 、そんなわけない。俺らで言うしか気がする。まあ、こいつが足引っ張るけど俺がいるからそんな人はない。リックしたよ、ブスすぎ。いきます。はい、せーの。ネバダレ。え、ちっさ。ネバダレ。うわぁ、歯がキモ。うわぁ、気持ち悪なんか。多分、目俺や。目は俺だね。目は
鼻とか俺かもしれんな。いやそうだね、口はだいぶターボじゃない。あー鼻と口は俺かな。気色悪いね。うっさ、こっちの方が潰れてねえ顔。あいやいや、さっきの方があったよな。いや、なんか俺の方が良かった。いや、まだ人間っぽいよ。そう、人間の見られるまだ。いや、見れねえよ、これ。いや、違うわ。いや、そっちはもう魔界だったら優等生。自分の携帯で一旦調べてもらって、その自分の理想の有名人の理想の顔俺に送って。オッケーオッケーオッケー。桑井さんはね、ちなみにマジなとこちゃんとついてきて、広瀬アリス。俺超好き。広瀬アリス超好き。最近すっごい好き。え、あ、お父さんみたいに。あ、もう向き合った。せーの。いや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 、えぇえぇえ、こうなるの。マジで。ちょっとなんかうわかわいそう。いやいやいや、いやいやいや、めっちゃ目パッチリしてるけど、でも確かに目パッチリ、目は広瀬も目してるね。なんでこんな右向くの。なんでこんなブスになるの。ペコちゃんみたいになる。気持ち悪い。いいですよ、もうキモすぎでしょ。名前つけなくていい。いいいい、つけな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 い。次俺行くわ。あ、次行く、次行くね。オッケー。アリちゃんとね。アリちゃん、カッスーね。俺カッスーと同じ学校だったんだ。え、そうなの。そうそうそう、マジ同級生。リアルなやつ。全然嘘。嘘かい。めっちゃ嘘。お前マジと思うやん。お前に関しては。なんで。いや、お前結構そういうのあるやん。お前ってありえちゃうんだよ。ありえちゃうんだよ。ちょいちょいいるからね。そうそうそう。せーの。きたー、勝ったな、これ。ありえる子供だから、これ。ちょっと言っちゃってるもん。言っちゃってるって言わないで。なんか目がさ、違くない？なんか、お互い、お互いだから、左目と右目で違う。鶏やん、これ。お前、どんな心境で見れば。鶏やん、これ。カッスンをここまでダメにしちゃう男いない。ひどいね。おい、かわいいなぁ。嘘だよ。え、かわいいなぁ。どこらへんかわいい。どこらへんかわいい。え、でも、今までで一番良くない。まあ、え、一番良くない。いやいやいや、でも、いやいや、結構だって右目と左目でなんか違くないんだからね。すごい気持ち悪い。こっちだけ黒目、いや、唇プリってしてかわいいやん。あ、確かに唇はかわいいね。かわいいじゃんね。で、鼻もなんならかわいい。かわいいショート。目が怖いんだよ。え、かわいい。カッス見てる。俺らの子供こんな感じか。やめろ、やめろ、戦えろ。後で連絡して、ちょっと電話しようね。僕、桜井日奈子です。絶対掛け合わせよくない、これ。いや、もう絶対無理。絶対無理。一番見たくない。なんか俺、わかる。俺、見なくていいや、俺。お前のは見なくていい、俺。見ろよ。いや、俺らは。大丈夫、大丈夫。自分で言ってほしい。大丈夫です。俺は見たくない。大丈夫です。見たくないし、視聴者には見せなくていい。なんでだ。自分で全く自分で。どういうこと。ただ見たくないじゃん。自分で。これの、あの、ツイートしたやつの、あの、引用で、お前これ乗っけて。とりあえずじゃあ、ちょっと見てよ。あ、やばい。言っとけ。つまんないよ、こっち。違う、本当に今見ないと後悔する面白さだよ、これ多分。せーの。もう人じゃないよ、これ。もう、うわ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 、ちっちゃ。怖い怖い怖い。お前マジ子供産むのやめた方がいい。お前おすすめしない。俺の遺伝子が交差してんのよ。おすすめしないよ。さあ、もう滝沢カレンの子供はこちら。お前穴がち間違いじゃなかったから。すごいわ。すごい。すごい。穴がちだよね。穴がち間違いじゃない。すごい。こいつの言ってることは間違ってなかった。人間見える、人間見える。いや、違う違う。いや、おー、すごい。そこじゃないんだよ。はい、じゃあお父さん、我が子と対面してあげてください。どうぞ。いきまーす。すっごい。え、ロナウジーニャ。ロナウジーニャ。鼻がち間違えてやがった。ロナウジーニャ。鼻がち合ってる。絶対バカやん。なんなら一番嫌いなの。一番いけすかないから。ってことで、以上がね、赤ちゃんメーカーってことで、どうでした。いや、よかった。お前、お前いいやん、企画。ありがとうございます。俺はもうカッスーとの将来見えたからよかった。なるほどね。まあ、俺もサッカーやらせるから。
逆にさ、視聴者さんがそう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 俺らの顔で私とのとどまりを送ってほしい。リプ中ぐらいっすね。だからそん中で一番どれが一番可愛いかってこと。そうそうそう、可愛いあげちゃん決めたいわ。決めたい。だから好きなメンバーのところに送ってください、リプで。はい、ちょっと作ってね。うん、めっちゃ面白いそれ。いやめっちゃ見てえわそれ確かに、うんうん、じゃあみんなで子供を作ろうぜー。やったー。子供作るぞー、はい、作るぞー。先に言ったっけ、リモントの子供は外れだからね。やめとけお前。